進化系も違うってこと？全然。そっか、なんとも思ってなかった。笑いすぎじゃね？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今ちょうどね、レベル上げから帰ってきたところなんやけど、レベル上げとか、あとポイント稼ぎとか、ポイント稼ぎだいぶ時間かかるよね。でさ、サブクエでいろいろ受け取った、何やった？図鑑を完成させる系のやつも、何個かね、完成させたけん、ちょっとあとはそれを報告しに行こうかなと思って。ムックルできたんかな？でも今夜やけんどう？どう？これ子供からの依頼やったよね。おらんねやねん。ブイゼルの背比べ。ブイゼルはどうなんかな？さすがにもうそろそろ、ブイゼルね、ひたすら捕まえまくりよんやけど、大きいんだかどうなんだかよくわからんねよね。え、ブイゼルの居よった人どこやった？こっちやっけ？ここ抜けたとこに、あ、あれか？とりあえず、行ってみよう。もう今までブイゼル何匹捕まえたよってぐらい捕まえたんやけど。僕のブイゼルより大きいブイゼルを譲ってくれるのかい？あ、いけるんかな？いけるってことなんかな？それともとりあえずブイゼルやけん明るくなっとるってだけか？このポケモン本当に渡しますか？はい。あ、全然大きさ違うんやけど。ありがとう。小さいブイゼルと大きいブイゼル、並んでいると兄弟みたいだ。小さいブイゼルはこちらを見上げる鼻先が可愛らしい。大きいブイゼルは浮き袋の大きさに安心感があるな。同じ種類のポケモンでも大きさが違うと印象も違う。捕まえるときに大きさを意識すると調査も楽しくなりそうだな。でもやっぱり見た目じゃわからんけんさ。だって、その辺おったときにさ、こんな個体差あるポケモンおらんかったけど。頼みを聞いてくれて助かったよ。調査隊の仕事、大変かもしれないが、頑張れよ。応援してる。あざす。サブ任務4、ブイゼルの背比べ達成。サブ任務4やって、ようやくだよ。かわいい。でけえな。これが私がさっきあげたやつ。めっちゃでかいやん。見せてくれって言っただけじゃなかったん？普通に取られていっとるけど。アラブルキングを沈めるとは、君の相棒は頼りになるのだな。まあね。私が捕まえた相棒たちなんで。でさ、ミノムッチもね、いろんなとこ行って捕まえた。とりあえず場所を変えたらいいんかなと思って。前にね、葉っぱの、全身葉っぱのミノムッチを捕まえたんやけど、他の二人が必要するミノムッチもお願いします。多分違うやつやと思うんよね。ゴミにくるまったミノムッチ、見せてくれるか？ゴミにくるまったってどれなんよ。どっち？わからん。これか？こっちは何やったんやろ？これ詳しく見れんのかな？あ、強さを見るで見れるか。これ周りゴミ？わからんのだけど。こっちは？何かついとるな。これこっちの方が毛糸っぽいものが出とった気がするけん、ゴミかな。はい。どう？手みたいにも見えるけど。お、こいつはミノムッチだな。え？違うように見えます。このポケモンはミノムッチではありませんね。みんな譲らんね。本物を見たってのにわからねえなんて、偽物も見せた方が良さそうだな。あいつらの言うミノムッチも頼んだ。めっちゃ睨まれよんやけど怖い。はい、そして。好物を体にくっつけたミノムッチを見せてくれますね。あれ、好物なんや。はい、これ。ん？これ？よね？え？ですよね？はい。どう？ほら皆さん、この子がミノムッチですよ。似ているけどミノムッチではないですよ。私の中ではミノムッチはやっぱり葉っぱくっつけてるのが一般的な気がするんやけど、どれが普通なんやろ。これがミノムッチ？ゴミにくるまってないじゃないか。
おのおのが主張する身の無知を見せ合ったのに納得いかないのでは拉致が開かないですね。なんでそんな目でこっちを見る。ラベン博士が認めるポケモンこそ本物の身の無知です。君、身の無知の図鑑が完成したら僕らにも見せてください。身の無知の図鑑は完成してないんかな。私、ちょ待って、身の無知、身の無知、どこや身の無知。あ、完成しとるよ。よーし、見せます。でも登録されたのは葉っぱやね。一番最初のが登録されるってことなんかな。へえ、どの身のムッチも本物だったのか。同じ種類なのに姿がこれほど違うなんて驚きです。あれもこれも身のムッチだったのかよ。言い合うだけ無駄だったな。悪い、二人とも言い過ぎたぜ。いえ、こちらこそ。おかげでポケモンについての見聞を深められてよかったです。僕も熱くなってしまって、でも誤解が解けてよかったです。でもみんななんか顔が険しいまんまやけど巻き込んでしまってすみませんでした。でもおかげですっきりしましたよ。サブニーム73、どれが本物の身のムッチ？達成。今回のことでポケモンに興味が湧きましてね。面白いポケモンが見つかったらぜひ話を教えてください。じゃあやっと笑ってくれた。よしよし、まあ、とりあえずこれで完成ってことやね。博士がポケモンが進化して姿を変えると話していました。姿が異なる身のムッチが進化したらそれぞれどんな姿になるのでしょう。あ、進化系も違うってこと。全然そっか、なんとも思ってなかった。笑いすぎじゃね今度はそれはそれで笑いすぎじゃね。めっちゃ口開いとるし。どの姿の身のムッチも個性があるわね。同じ種類でも姿が違うポケモン探せば他にもいそうねその顔どうにかならん。姿は違えどみんな同じポケモンか。いろんな地方から集まった銀河団も似たようなもんだしな。この人ぐらいの感じでいいと思うよ、二人とも顔。めっちゃ満面の笑み。素晴らしすぎるんだが。でさ、あとは違う、サブ任務。ムックル。いや、印つけれてない。これか。あ、つけれとるわ。行こう行こう。マジでそこにおる？あれ、なんかちっちゃい子からの依頼じゃなかったっけ？まああれか、日が沈んだけんってそんな速攻でみんな寝るわけじゃないんかな。てか、ちゃんと寝るんかどうかもわからんけど。全然ちっちゃい子じゃなかった。どうも。ムックルの図鑑完成したのね。早速読ませてもらうわ。なんか顔が怖い怖い。なんか顔の影の具合が怖いんだけど。ほら。オスとメスで姿が違うの？オスとメスで姿違うん？知らんねえけど。図鑑完成させときながら知らんねえけど。マジで？微妙なさ？ピカチュウの尻尾ぐらいはっきりしてくれんの。どれどれ？額の大きさが違う。知らなかった。私も知らなかったです。マジで？図鑑を見せてくれてありがとう。詳しくなった今なら、ムックルを触れる気がするわ。ねえ、お願い。ムックルを捕まえてきてよ。ムックルほど可愛いポケモンは世の中にいないんですもの。ムックルを見せてくれる？私、ムックル、一体しか、手元にはいっぱいじゃない。一体しかおらんのか。いや、同じの捕まえたらさ、レベルが低いやつから話していきようんやけど。これは？メス。オスはどんな感じなんやろ。はい、とりあえずどうぞ。くるりと跳ねたたてがみ。まん丸つぶらな瞳。いいわ、かわいい。すべてが愛おしい。ああ、ムックル。触ります？あ、かわいいね。いやそれはダメな方の？やっぱり見るだけで満足だわ。だって技を出すかもしれないし。怖いポケモンに近づけるなんて、調査隊か警備隊くらいよ。かわいいって言ったじゃないか。でも可愛いムックルを見せてくれて感謝してる。ポケモンを見ただけで逃げ出す子もいるの。図鑑ができてポケモンがどんな生き物か分かれば安心できるかもね。サブ任務に可愛いムックル達成。サブ任務2やったんやね。ムックルは世界一可愛いんだから。怖くて触れないけど。触れるよ。めちゃくちゃ満足げやね。よかったよかった。他はコロボウシの図鑑は完成したっけな。してなかったような気が。
コロ帽子。そう、闇夜に浮かぶ灯火もな、まだないよね。赤い火の玉の謎。今夜やけん、これちょっと行こや。赤い火の玉の謎。どこやった？風抜け道どこ？前までこんなマークついとった？めっちゃなんかこれ木じゃない？ねえ、これ超木な気がするけど、何誰？赤い玉を探す必要はないってことなんかな？調べるテレトル。何？簡単に終わりそうやん。今まで私、あれか、肉眼に見えんといかんのかと思って探しよってけん？ヒコザルや。かわいい。何？戦うの？これは、やっつければいいってことよね。まあ、そういうことよね。風起こし。まあ、ここはレベル差が激しいけん。もうね、あっという間に、どのポケモンでもやっつけられるよ。ヒコザルを捕まえてタマキに似せよう。ヒコザルを捕まえてタマキに似せよう。あ、倒したらいかんってこと？なるほどね。そういうことね。最初に言って、それ。めっちゃ一発でやっつけたけど。さあ、来い来い。っか、私、ヒコサル。あ、そっか。豪華猿に進化させてしまったんやっけ。ヒコサル手持ちにおるよなって一瞬思ったけど。あれ？ん？どういうことだ？今私道具使わんかった。気のせいか。さあ、捕まってくれ。まあ、こんだけレベル差あるし。出るなよ、おい。これ逃げるとかないよね。逃げられたりせんよね。捕まれ、捕まれ。出るなって。マジ出るなって。はいはい。捕まってください。今ね、私、君にちょうどいいレベルのポケモン持ってないんだよ。捕まってくれよ。お、やったね。やった、ヒコザルを捕まえたぞ。で、タマキって人に見せに行けばいいん？満足。タマキにヒコザルを見せよう。さあ、報告がありますよ。赤い火の玉を見せてくれるの？はい、この子でした。あ、根っこから燃えよんや。尻尾の先とかじゃなくって。私、人影的な感じなんかと思いよった。そうそう、これよ。私が見た赤い火の玉だわ。なんだ、ポケモンだったのね。でも本当に火の玉を取ってくるなんて、調査隊って優秀ね。でも若竹にはなんて言おうかしら。ちょっと憂鬱。若竹？人かそれ。へえ、火の玉？あ、男の子。助けて姉ちゃん。これはお姉ちゃんではないの？赤の他人？なんか満足げやね。サブ任務20、赤い火の玉の謎、達成。火の玉みたいにポケモンを何かと勘違いしていることって意外とありそう。さっきのヒコザルは？もうおらんくなったんかな？私の手元におるんか？それじゃあ、サブ。もうだいぶ解決してきたんじゃない？ね。これがコロ帽子やろ。チェリームーン。ほら、あと何個とかわからんもんかな。苦い葉っぱ。グレンの湿地で取れる苦い葉っぱ。あ、蜜葉のポケモンを民に渡す。蜜葉のポケモン？蜜葉のポケモンってどれだ？グレンの湿地。あ、ロゼリアの図鑑完成してないね。コイキングもね、完成させようと思ったんやけど、居場所を忘れたんよね。これはズリの実だけなんかめちゃくちゃあるな。
2枚の尾びれを持つポケモン、そう、何なんかがよくわからんもんもあるんよね。オクタンも多分、見たことない気がするんやけどな。で、ゴーリキーの図鑑。あ、ムーマ捕まえとる。来て、ムーマ捕まえとるよ。ちょっと今報告に行くね。あれやろ、ヘアカットやろ。あ、なんで何か思いつくんか知らんけど、私の髪より強くて美しいの。ちょっと寄っていく？私がいい感じにするよ。依頼についてだよ。ムーマを見せてくれるの？はい、この子ね。いや、ムーマね、天眼の山麓でポイント稼ぎしよるときに見つけて、あ、ここでやったら今まで探しよったの、現れんかったってことなんやなと、場所的に。ムーマは夜泣きをすると言われ、怖がられているけれど、じっくり見るといいよな。うねり、揺らめき、なびき方。そうか？ひらめいた。最高の髪型、至高の髪色。ムーマとあんたのおかげで開発できたよ。増えるってこと？髪型と髪色も増えるんや。え？どんな色？このなんか微妙な、青黒っぽい感じ。よかったら早速試しなよ。あ、でも見てみたい。サブ任務59、ムーマのなびく髪達成。それにするかどうかは置いといて見てみたいです。これというのが思いつかないんだよな。あ、また新しいの試案しよる、もしかして。お、いいところに。ずっと私の目を見て喋ってるじゃないか。また助けてほしいんだ。新しい髪型を開発したくてさ。今度もポケモンを参考にしたいの。思い描いているのはキルリアだね。ほぼおかっぱじゃね。キルリアをしっかり観察して新しい髪型を開発したいな。キルリアは持ってなかったんか。キルリアを捕まえたら私に見せてくれよ。サブ任務75、キルリアの揺れる髪。でさ、髪やってほしいんだけど。ちょっと寄っていく？私がいい感じにするよ。髪結い。じゃあ、ついてきて。ほら、座って座って。もう、ここに入ってくる時点で500円取られるっていうね。どうするの？これは何？あ、びっくりした。そっか、カーソル合わせただけで変わらんねよね。どこが残切りなんやろって思った一瞬。今な、二つ結いやったんか。残切りは残切りで可愛いんやけどな、これ。挑発。これ前にしとったやつよね、挑発。調査隊総発。これも可愛い。即発。こんなんあったっけ？可愛い。丸刈り。これ丸刈りって言うん。なんか前髪残っとるけど。で、中分け。中分けってセンター分けってこと？七三分け。前髪と後ろ髪分けてくれたらいいのね。七三になったらめちゃくちゃ後ろ髪も短くなるんやけど。ハイカラオカッパ。この、なるほど。目隠れ。いや、こういう髪型の人さ、現実にもおるけど、絶対、目悪くなりそうって思いよる。歌舞伎者。なるほど。なんか、ポンパドールって感じやね。巻き髪。あ、これ、前回しとったやつか。網即発。おー、なるほど、なるほど。なんか、毛糸玉をくっつけとるみたいやね。以上か。どれが増えたんか全くわからんねんけど。どうしよっかなぁ。即発にするか？てか、あとが個性的すぎてね。で、色は、なんか新しく増えたやつ、ニューとか買い取ってほしいよね。クリカワ。濃紺。この辺かな、増えたの。黄色、黒色、白色。今、ベニーなんよね。青い、アサギ。これ、スミレ？みかん。桃色。どうかな？どの色にしよっか。てか、もうちょい引きにしてくれんかな？人物。今これやろう？ベニー。いや、ベニーもいい感じなんよね。でもな。
桃色にしようっと。これは眉毛か。ここはちょっとおかしいね。え、結構さ、髪色と眉毛合わせてきたりとかするけどさ、あれはちょっとさすがにね、合わせすぎてもおかしいね。やっぱ茶色ぐらいがいいかな。うん、クリカワで。じゃ、これで OK です。OK。わかった。じゃあ始めるよ。どや、いい感じ。完成。あんた最高だよ。どうもどうも。ありがとう。またおいでよ。私も腕を磨いておくから。